いつもありがとうございます。テルリン浦上です。今回は、Amazon Echo Dot ドットですね。Amazon Echo Dot ということでお話します。Amazon Echo Dot って聞き慣れませんよね。何かというと、スマートスピーカーとかスマートマイクとか、いろんな名前があると思うんですけども、スマートスピーカーって言った方が、一般的なのかもしれませんね。AI とかいうので、この音声でね、いろいろね、声かけると、今日の時間はとか、今日の天気はとか、ニュースとか。で、なんかこれ、アレクサって名前がついてるんですけど、これ、エコドットって。で、話しかけると、いろんなね、答えると。で、何回でも同じことを聞かれても、同じように答える。いろんな答え方あると思うんですけど、そういったね、音声で返してくれるという。すごいね、去年、何年か前から、流行ってる、特に欧米で流行ってたと思うんですけども、よくねそういう欧米のニュースを見てると、そういう AI が流行って、なんかこうどんどん進んでるということで、かなりなんかこう便利に使ってるみたいなんですよね。日本ではあまり馴染みがないんですけど、なんかね高齢者とかにね、なんかいろいろ使ってみてもらったら、なんか喜んで使ってるというんですよね。特になんかこうスマートフォンとかパソコンとかはキーボードがあって、どこに入力していいかわかんないし、何していいかわかんないんで、こう声でね、声かけて音声でこう認識して、いろいろなんかこうやってくれるというのは非常にいいですよね。それがね、いろんなこう、ロボット的というか、いろんな家電製品まで動かせるようになったら、なんかすごく楽しいかなと思いますよね。今はやはりその、こう、なんか、Apple でも iPod とか言って、音楽でね、音楽をこう聴けるということで始めてましたけど、やっぱり同じような戦略なんでしょうね。Amazon さんもなんかこう、Alexa といって、このエコドットを使って、100万曲の中から曲をどんどん選んで、話しかけたら音楽操作できる。音楽を流してくれる。で、部屋中にこう音を流せる。なんかね、今五感のね、刺激するようなグッズがいろいろ流行ってますよね。こう耳で、音でこう感じるとかね。なんか洗剤なんかいろいろこう今、こう、なんていうか、香りを入れたりとかね、いろいろね、今の人間に対してね、こう視覚だけでなくて、音声だとか、体感できるものとか、そんなものが流行ってると思います。いろいろね、今回ね、キャンペーンで 46% オフなんかあったんで、ちょっとね、買ってみてね、使ってみよう、試してみようっていうふうに思いましたね。いろいろこう、なんでも新しいものに飛びつくのもいいでしょうけども、じっくり待ってもね、いいかもしれません。ということで、これね、声かけコントローラーと私も思いますけど、便利な時代のね、再開グッズなのでね、この機会にゲットして、ちょっとね、レポートしてみたいなと思ってます。ということで、今回は、エコードット、ということでお話ししました。ありがとうございました。